西区、神戸市。西区は、兵庫県神戸市を構成する旧行政区の一つである。樽見区と同様に、赤市郡に属していた地域で、隣接する赤市とも結びつきが強い。かつては、田園地帯、公共交通の空白地域であったが、野田文一郎が、赤市平野に新都心が計画することを構想し、1965年の市議会で、原口忠二郎が、 宅地計画を挙げたことから、1970年頃から、神戸市中心部のベッドタウンとして開発が進み、精神ニュータウンやおしべ谷地域、多摩地域を中心に大きく様変わり、同時に公共交通の不設計画をした区である。神戸市の新たな文化、教育の集積地としての期待がかかり、現在のところ、神戸市旧区で最も人口が多く、 市の3割近い面積を遠くが占める。1982年、昭和57年に、樽見区から分布した神戸市で一番新しい行政区であり、神戸市の西側に位置することから精神と呼ばれる。六甲山地の西側で、晩秋平野の東端にあたる。大部分は、なだらかな丘陵地帯とそれに赤市川や井川などの川に侵食された谷である。 東部の丘陵地帯には、神戸市が中心地の人口密度が過密なために、ポートアイランド、六甲アイランドの土砂確保と同時に計画した、精神住宅団地、精神住宅第二団地、精神南ニュータウン、精神工業団地、精神第二工業団地、神戸研究学園都市、神戸複合産業団地といった、精神ニュータウンと呼ばれる新興地区などが存在し、 谷は旧来の田園風景を持つ農村地帯となっている。同様に隣接する北区も農村地帯があるが、遠くでは近郊農業地帯である。西部の新室町岩岡町は、南大地の東端にあたり、ため池が点在する農村地帯である。あまり高い山はない。文区当時は全旧区の中で一番少なかったが、多摩地,地区と、 伊川屋地区の区画整理事業、精神ニュータウン開発のために、市の中心部から流入されてきたために人口が増加し、さらには、阪神、淡路大震災後神戸市の人口は大幅に減少したが、遠くは被害が少なくかつニュータウンが開発中であったために、神戸市内の中心部から人が流入し、精神南ニュータウンなどでは、マンション建設によって、 神戸市中心部からの流入人口が急増した。しかし、昼間人口はニュータウンが多くあるために減少傾向である。区内の中では15歳未満の年齢層が全休区中最上位であり、65歳以上の高齢化率は全休区中最下位であるが、ニュータウン地域だけでその比率を維持しており、寝出などの農村地帯では65歳以上の 高齢化率が25%以上である。はぜ谷川沿い、兵庫県道52号、小部赤石線と兵庫県道65号神戸、加古川姫路線沿いに集落が形成されており、そこに農地が広がり、4世紀初頭には、末期を生産していた。精神ニュータウン、精神住宅地域と精神南ニュータウンの間に位置する。赤石川沿いに広がる。 大地上で平坦な田園地帯であり、国道175号の沿線に集落が広がる。上理性地名が残されており、計画的な区分けがされている。区の西北側に位置しており、三木市、過古郡南町と接しており、雄岡山とメス岡山の麓沿い南の大地、南大地にある田園地帯であり、補助整備が進んでいる。全体的には農村地帯であるが、 新室町500像の一部では、宅地開発が進められていた。区内の南東部に位置し、旧、リマ国と旧、摂津国の国境であり、古くから集落が発達している。赤シ国画が置かれていた。その中で、池上を中心として、町を形成しており、赤市と接している。赤シ川沿い、精神ニュータウンの一部である神戸研究学園都市に、 町が広がっており、大学などの教育機関が集中している。また、北側のイカワダ上脇などは、田園地帯が残されているが、イカワダ不正旗は、阪神高速道路北神戸線、兵庫県道六十五号神戸加古川姫路線が、取り囲んでいる、結節点であるため、交通の中心地である。また、大山寺などの宗教施設もある。新興住宅街と、 田園地帯が広がり、神戸電鉄青線の沿線沿いにあり、三木市と接する。神戸電鉄の沿線沿いには、ニュータウンが広がっており、1970年代に開発されたところがほとんどである。また、大見寺や木妻が石仏などの古い施設、神戸ワイン城などの観光施設がある。区内の中心部であり、川口付近が入り江となっているかつ湿地帯のために、 弥生時代からの遺跡が多く、土器や銅鐸などが発掘されている。さらには8世紀頃に、行期によって開墾された農村地帯、中世は、枝吉城の城下町と赤石郡の中心であった。近年では、西区分離前の1976年7月に、多松土地区画整理により、農村地帯から明保野の町、枝吉、大塚台、餅ち森友が誕生し、その後は、 国立視力障害センターなどの福祉施設や、行政施設、商業施設が集中し、第二新名道路、多松インターチェンジが立地し、交通のようとなっている。明石市に隣接しており、結びつきが強い。区の西側の院南の大地に位置しており、明石市と過去郡稲見町に接している。近郊農業地帯であるが、宅地開発も行われている。また、ため池が多い。 スマクにまたがるニュータウン地帯であり、1938年に野田文一郎によって赤市平野に新都市を計画することを発表し、1965年の市議会で原口忠次郎が宅地計画を挙げ、1970年頃に未利用地であった都市計画を安易にしやすい高塚山などを切り開いて開発した。また、全国で 初めて付加価値の高い産業を目的とする工業団地を目的として開発されており、工業地帯と近接する食樹近接も目的として工業団地と社宅、マンションなどの住宅地が多くかつ商業、工業、公共、教育施設が充実しており、副都心機能を持つ。給料地や電園を開発した工業団地が多く、 本拠を置く企業や工場が多い。愛上を順、近郊農業地帯であり、主に米作、火器、火事を生産している。区外であるが、近接する山陽本線、JR 神戸線の赤石駅、西赤石駅、大久保駅、魚住駅、四駅とも、赤石市を最寄り駅とする西区民が最も多い。神戸市旧区で唯一 JR の駅がない西区だが、 JR を利用する人が最も多い珍しい区である。また、市営地下鉄が計画された時は、パークライド方式を計画し、採用された。明石市の明石駅と精神中央駅を主な拠点に路線網が張り巡らされている。郵便番号は以下の通りである。電話番号は全域が市外局番078、市内局番は以下の通り。 旧市街局番は1971年、昭和46年7月31日までのもの。秒谷収容局、当時は、秒法寺または、福田収容局、赤市収容局、赤市西収容局はそれ以前から、078だった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。